さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。我々は元気でーす。はい、元気です。元気です。疲れてね、まあ、みんな大丈夫だよね。疲れてないです。僕がちょっと飛び出したからみんなついてくれるの驚いたんだ。申し訳ありません。いやでもミシェルさんって本当にカメラが回ってない時でもこんな感じですよね。元気いっぱい、明るいって感じですよね。そのなんだろう、パワーの源って何ですか。いやそれはよく食べて寝ることって、そうじゃなくてやっぱりそういう明るく考えるよね、物事をね。それ気持ちからだと思うね。そういう風に行きたいね。そうですね、大事ですよね。でもちょっと迷惑があってない。迷惑でしょ、俺のこと。迷惑じゃないですよ。この女性2人はそういう風に思ってた。そんなことない。全然そんなことないですよね。毎回毎回楽しみに来てるんですから。本当か。本当です。源は元気の源ですか。分かってるよね。分かってるとは分かってるよね。ミシェルさんです。違う、チンジャーロースですって。そこはチンジャーロースです。違います。行き過ぎましたね。行き過ぎました。笑いと元気をお届けしますをキャッチフレーズに、企業研修や講演を行い、カリスマ講師と呼ばれる女性がここにいる。人材育成コンサルタント福田智子。人間関係、ビジネスマナー、若さの秘訣などなど、多岐にわたるテーマを全て自分の経験をもとに笑いを交えて伝えていく。数多くの著書も出版。また組織の活性化のためにと複数の企業で顧問も務めている。そんな福田智子に自らの生き様やお悩み解決の秘策など話を聞いた。始めたきっかけって何だったんですか。私は元専業主婦ですので、昔っていうのは大体ことぶき退社っていうのがほとんどだったんですね。で私も専業主婦に憧れましてね、当時は。で子供は自分の手で育てたい、そう思って、まあ、家庭に入りまして、なんと12年間どっぷりと子育てをして、その時もとっても楽しかったですね。で、まあ、その間にこれで私の人生終わってもいいのかなと思い始めて、でそれで36歳で時給500円のパートから仕事を始めたんですね。でこれだけでもちょっと人生寂しいかな。だって人生ってお一人様一回限りですもんね。やっぱり楽しみたいなと思いましてね。で仕事がやっぱり大好きなので、はい、で、いろいろ模索をしながら、まあ、心理学を学んだり、でいろんな、もともと私の母がお茶とお花をずっと家で教えていたので、はい、まあ、礼儀作法を学んで、多分ね子供の頃にあんまり勉強してなかったので、大人になってからもくもくっとそういうものが、はい、芽生えてきたのかもしれません、ね。そんなことはないと思いますけどね。いや本当は絶対そんなことあるんですよ。あるんですか。それでね、勉強を始めて、そしたらすごく楽しいんですね、勉強が。でそうするとね、出会いが良くなるんですよ。もう人との出会いが、もう人との出会いって本当楽しいですよね。でどんどんいい出会いがあって、で私実力はないのに前向きなこの気持ちを買ってくださってね、実力以上のその勇気を引き出してくださったんです、周りの方々が、はい、で出会いが出会いを生んで、そして研修講演、まあ最初マナーの講師から入ったんですね。でとてもそれが楽しくって、でそうするとね、お客様のニーズに お答えしているうちに、どんどんいや、あれもできない、これもできないっていうような感じになってきて、まあ私も調子がいいもんですから、はい、できますっていうふうに言って、そこから勉強なんですよね。だから勇気が先に行ったっていう感じでしたね。今いろんな活動されてるんですか、はい、もちろん研修セミナーから、はい、講演活動から、はい、ですよね。そうですね、まあ、最初はそういうお話が、まあ、目指しておいてもあまり来なかったんです。それで専門学校の講師をしたり、短期大学の講師をしながら、まあ、今の道を目指していたら、やっぱり目指すと いろんな方々がお声かけてくださるんですよね。バブル全盛期、88年からこの仕事を始めましたので、バブル全盛期ってね、まあ
面白いコーヒーだからちょっと使ってみようかなっていう相手にも好奇心が、うん、社会の方にもそういうところが芽生えやすかったですよね。そうなんです、ね、はい、今がスタートだったらとてもじゃない大変だと思うんですけど、でそういう波に乗れたんですよね。でそうするとあ、やっぱり一生懸命やらなきゃこの方のお顔を潰してはいけないとかいろいろ思いますよね。そうするとね、結構がむしゃらにその時は頑張ったような気がしますね。あ、やってこられてるはずですよね。今一番の活動っていうのは何をされてるんですか？その人材育成コンサルタントっていう肩書きを名乗り出したのは本当に数年前からでして、 それまでは人材育成アドバイザーっていうふうな形で、はい、スポットの研修や講演をしてたんですね、はい、ところが長年この仕事をやっていますと、長年のお付き合いのクライアントさんから、いやもう年間で仕事やってくださいとか、というのが新入社員教育から管理者教育までを、階層別でね、うん、やってくださいっていうふうな、1年契約で来る。であとは、いやもうなんか話を聞いてたら楽しいから、うちの顧問になっていただけます。楽しいので顧問でいいんですかっていうようなそういうのもありまして、だからもうしょっちゅう企業に入ってるっていう。なるほどね、はい、そういうことなんだね、はい、もう相談役だよね、もう完璧のね、はい、いやいや、それでもうこれだけの年になりますとね、皆さんね、きっとお母さんのように思ってるんじゃないかなって思いますよ。何でも言えるみたいなところがそうですね、あるんでしょうね、はい、何でも相談に乗ってもらえるっていうようなところがありまして、非常に個人的な、ね、悩みも、私にはもちろん守秘義務がありますから、決して外部には漏らさないですし、あとはいろんなクライアントさんに言ってると、企業さんと企業さんを結びつけるっていうね、でそこで新しい新事業を始めるっていう、そういうふうなお役目も何度かやってきていますので。はあ、それね、できるようになるんです。長年女性が絶対できないようなことに思えない、はい、医者もね、企業さんと企業さん口を入れてできちゃうもんですか？はい、できますね。でいや自然にできるんですよ。いつもそれを考えてるんじゃなくって、ある日突然ポッとこうなんか私の中にスイッチが入るんですね。これとこれ、このここの会社とこの会社を結びつけると、また大きな、なんかこう拡大にしていくなっていう、それをたくさん、はい、例があります。あ、そうですか、面白い、はい、本当に面白いですね。講演でね、お話をする時って、はい、どういったことについてなんかお話をされるんですか？大爆笑って伺ってるんですけど、はい、もう本当大爆笑なんですよ、いつも。私は笑いで脳を活性化しようと思っているので、はい、とにかくね、泣くよりね、笑ってる方が絶対いいわよっていう、そういう話ですよね。なるほど、だから、一番得意な分としては、コミュニケーションですよね、人間関係ですよね。でそのあたりから続いていくのが部下の育成、人をどう活性化していくかっていうふうな、そういう話だとか、そういうのもももも出てきますか？経験上のことを喋ればいいので、だから私の話は机上の空論ではなくって、もうとにかく現場力ですよね、だからみんなすごい笑って聞いてらっしゃいます。もちろんね、先生も苦労が終わりになった時もあって、はい、それをでも自分の中でいつもプラスにやっぱり変えてこられてるんですね、はい、気持ちの上で。そうですね、はい、いやこうやってニコーってしてる人ほどたくさんの苦労があるって言うじゃないですか、はい、小さい時とか若い時とか。そうですね、やっぱりあったでしょうね。あったでしょうねっていうのがこれがまた女性だから楽さん的なのかそれは分からんけどもね、男性はこう、男性の方が先生こうがっくりくるもんですよね。なんかそういう感じしないですか？男性の方が落ち込まれますね、やっぱり。どうしてもこういう時今こうなっちゃってるんですけどって、メールが来る時間を見たら、夜中に発信されたんだなとか、やっぱりとことん悩まれたんだろうなとか、そういうのはありますよね。
うん、女性はあんまりそういうのないですよね。で私ねいつもそういう方には申し上げるんですけど、はい、いやねあの夜暗くなって考えるとねろくなことないから太陽昇ってから考えましょうよって。あやっぱりそうですかね。やっぱり夜はどん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 そっちに入っていっちゃう方ですかね、うん、負の方に。そうなんですよね、うん、だからもう夜明けとともにねテンションって上がるんだから、もう太陽見たらもっとテンション上がるし、あのえ昨日考えてるとくだらないことを考えてたなって思う、はい、だからそうやりましょうよっていつも言います。なるほどね、うん、だからそれだ夜明けとともにだな。私みたいにあ悩んでるななんて飲んじゃって次の日全然夜が明けねえもんなって、ね、あれってなっててさ。そうあそうか。そうなんです。なんかたくさんまだまだお話を伺いしたいんですけど、今日本もお持ちいただいたのでこちらもお伺いしたいんですけども。あ怖い、できる人できない人怖いな、怖い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 。そう、うっかりをしっかりに。あでも私がうっかりなんですけど、本当さ本当うっかりさんなんですけど。自分に言い聞かせて。そうそうそう自分に言い聞かせて。でもこれみんなありますよ。もう本当にこうできたらいいよね。ダメなんだよ。若返りスイッチをオンにしよう。はい。まあ60歳って一つの分岐点ですよね。うん、ああそうなんでしょうね。そうですよね。もう私は遠に越えましたのでだから書けるんですけど。うん、先生はずっと変わらなさそうですね。いやいつも思うのが今日が一番若いんだから頑張ろうと思うんですよね。あ素敵、それも素敵だなと思って。プラス思考だねっつってそうだって今この瞬間が一番若いわけですよね。あそうですよね。そうですよね。そうなんです。まあ、これは本当に面白いですよね。いろんな写真が出てます、ね、あこちらですか。こちらね、はい、飛び跳ねてるところもどっかに出てると思いますね私が。あそうですか、はい、体がすごく柔らかいので飛び跳ねることが、はい、好きです。飛び跳ねることが好きなんです。危ないです。そうそう危ないって言われます。アキレス腱も何も怖いですね。そうそう飛び跳ねることが好き。もう飛び跳ねて それお母さんやめろよ骨折するよって言われるんですけど、息子さんに、はい、すごい。今後さらなる目標ってどんなものを考えてらっしゃるんですか。やっぱり先ほどから申してますように人との出会いで人生が大きく変わっていく。そして、ね、その人とどう関わるかでさらに人生が大きく変わっていくと思うんですよね。それが非常に楽しいですよね、はい、それを今私の中では大事にそれを育てていきたいというふうに思っています。素晴らしいね、もう今後ますます僕も一度お話なんか伺えたらいいな。いや私もそう思います。そういうところでまた、はい、本当ですか。本当です。よろしくお願いします。お会いすることを楽しみにしております。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。なんと我々外に出てきちゃってますけどもね、はい、暑いよな。でも暑いですね。で何か理由があって外なんですよね。今日はどういう企業さんがこちらでしょうか。です。こっち、はい、ビルだよね。そうですね。今回はこちらの2階ここ、うん、ドミニク・ブシェ東京さんレストランなんですけど、はい、お邪魔したいと思います。食べれるのかね。あどうでしょう。いける。シェフにいろんなレストランの経営の話から自慢の、そうなんですよ、自慢の料理についていろいろ聞きたいと思うので、行きましょう。行きましょう。伝統的でありながら新しい解釈を潜ませた極上のフランス料理。料理だけでなく素材、空間、サービス全てにこだわり提供し続ける男がここにいる。ドミニク・ブシェ東京、ドミニク・ブシェ。本国フランスで数々の名門レストランのシェフを経験したドミニク・ブシェ。フランスの権威ある国家勲章レジオン・ドヌール勲章など数々の賞を受賞。2004年独立しパリにレストランドミニク・ブシェをオープン。2013年にはレストランドミニク・ブシェを東京にオープン。
ミシュラン東京二つ星も獲得し、瞬く間に評判となった。そしてこの夏、ドミニク・ブシェ東京がリニューアルオープン。ドミニク・ブシェが織りなす伝統的でありながら、バターやクリームをほとんど使用しない繊細で軽やかなフランス料理を、あなたも体験してみては。楽しみだぞ、はい、これは綺麗だぞ、驚きだね。こんにちは。こんにちは、どうも。どうぞ。はじめまして、ようこそ。ミシェルと申します。ボンジョー、ミシェル、ミシェル。アンシャテ、ボンジュール、ドミニクさん。菅原エリです。アンシャテ、エリちゃんです。よろしくお願いします。いいね、いいね。気をつけてねって女性にだけ優しいんですよ。おしゃれ、すごく。いや、白というかグレーのような落ち着いた色。うん、voilà, donc j'ai voulu faire un restaurant très différent avec une atmosphère comme mon appartement parisien, avec beaucoup d'intimité, très une ambiance très personnelle. Voilà, j'espère que vous allez être très heureux. いや、嬉しいよね。すごく雰囲気を大事にするっていう、そのフランス料理って硬いじゃない。そうじゃなくて、こっちでいう、なんていうのか、アパートメントみたいなカジュアル的な。え、comme la tradition veut en France, je vais vous inviter à prendre un verre dans la cave, parce que la cave c'est le secret de la maison. Je vous en prie. この中入るの。Normalement, les hommes sont interdits d'entrer. Ah, c'est ça. 女性が先でね。はい、そうですね。Thank you. Donc, avec une ambiance typiquement française. Ah, これもそのままフランスの形なんだね。Ah, vous avez en haut tous les magnums de champagne. Champagne. Ici, les grands vins comme Ozone, Aubryon, Grand Château. Est-ce que je peux, pour vous faire plaisir, vous offrir un verre de champagne? ぜひ喜んで、もしあれだったらシャンパンを皆様にって触れましょうか。お願いします。シャンパンポーマダム、お水 for you。 皆さんご存知ですかね、あのシャンパンで僕は水でどうだっていうことをね。そのこれフランスのジョークですからね。ドミニクさん、おしゃれでございますね。はい、本当にユニークな方ね。いや、本当に出てきちゃいましたよ。レディさん、そうだよね。ミシェル、ミシェル、très heureux de vous recevoir. Ah, vous êtes là, chez moi, chez toi. Ah, merci. 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 Merci.あの乾杯ですよ。うん、美味しいです。美味しいで、客のためのね、はい。ありがとうございます。ということで、この後じゃあせっかくなんでゆっくり座ってお話を伺いできればと思うので、よろしくお願いします。Merci beaucoup。どうもありがとう。さあ、ということでテーブルについて、いいね、フォークとナイフもご用意いただいて、コースをいただくようにぜひお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、よろしくお願いしますね。早速ですけども、ドミニクさんがシェフになろうと思ったのはどうしてですか？Depuis tout petit, j'avais l'âge de 8 ans, avec ma maman dans la cuisine, et je n'ai jamais changé d'avis. Toujours, toujours, j'ai voulu être cuisinier. Ah. Au 料理に対するきっとこだわりもたくさんあると思うんですけど、どんなところ特にこだわってますか？ Alors pour moi, c'est surtout un chef doit donner du bonheur à ses clients. Donc c'est de vraiment faire la cuisine avec beaucoup d'amour pour les gens qu'on aime.Et pour les clients qu'on est censé, ce sont presque des amis. Donc il faut vraiment, vraiment faire ça avec beaucoup de passion. そういう心がなかったらね、できないと思うし、それをでも持ち続けることって大変ですよね。C'est très difficile, mais quand on le fait vraiment avec amour, avec passion, et qu'on fait les efforts pour faire ce métier, c'est une entreprise, donc il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup d'efforts, on peut y arriver.はい、確立された方っていうのは気持ちの中でそういう流れを持ってるんだよね。もうここにバッて我々さ、こう、はい、席つかせてもらって、なんか重みがあるもんね、ドンって、ね、そうですね、もう何でも俺に聞けみたいな、なんだみたいな、そういう雰囲気あるでしょ。はい、こう長く続けてらっしゃるということで、お料理を考えたりとか、まあ、レストランを作ったりするにあたって、なんて言うんでしょう、新しい発想って
すごく必要になってくると思うんですけど、うん、そういう発想ってどこから出てくるんですか？L'inspiration vient un petit peu, enfin, elle a beaucoup de, il y a beaucoup de chemin pour ça. Ça peut être le regard des gens, ça peut être une ambiance, ça peut être un voyage, ça peut être une rencontre. C'est l'inspiration, c'est quelque chose qui vient un petit peu naturellement. C'est très difficile à expliquer. C'est comme un éclair, comme un feu d'artifice. どうですか？ロマンティックでしょ？素敵です。Par contre, quand je la regarde, elle m'inspire un plat. ほらほら、こう見つめ合ってる時でも、もうそういうものが生まれてくるんだっていう感じることがあるわけなんで。素晴らしいね。もうこれですよ。発想のすべてですからね。素敵ですね。春夏秋冬でやっぱり全部お料理って変えていくんですかね？ Oui, on travaille beaucoup avec les, bien sûr, avec les saisons.Parce que les saisons, changement de produits, changement donc d'ingrédients, changement de couleurs, changement de goût. Donc, généralement, les quatre saisons de l'année font qu'on change quatre fois les plats par an. そのもの見た目もすごく重要ですけど、空間もやっぱり大事なのかなって思うので、こうドミニクさんが、はい、目指してらっしゃるこれからの、まあ、レストラン像というか、そういうのはどういったところですか？ Sur ce restaurant, c'est un petit peu l'aboutissement de toute une carrière, de nombreuses expériences. Et comme la cuisine se partage vraiment, il faut un endroit qui soit intime, chaleureux. Et j'ai eu l'idée de faire un petit peu comme un appartement pour recevoir les clients comme dans ma maison, pour qu'il y ait vraiment une ambiance, comme si par exemple ma maman faisait la cuisine pour sa famille. Mais c'est la même chose.そういうような雰囲気で作ってるんだよね。はい、なんか座るところもなんかこう落ち着くようなね、はい、あのカチッってしてんじゃなくて、こう丸みを帯びてるっていうかさ、はい。具体的にはどんなお料理を出してらっしゃるんですか？Oui, bien sûr. On sert les plats, la cuisine que j'aime. J'attache beaucoup d'importance au produit, le produit de base, pas très compliqué, très léger. J'utilise très peu le beurre et la crème. Des plats qui on pense toujours un petit peu à la santé.Mais qui donne vraiment le reflet de la cuisine française. Et j'essaie d'utiliser le moins possible de condiments japonais dans ma cuisine pour qu'elle reste vraiment authentique. そういうことなんですよ。我々の前にな、こうやってフォークとかナイフとか置いてあるっていうことが、何かの意味をね、これ来た、これ。すごいね、これは絵みたいです。これは飾りじゃないですよね。これは食べていいっていうことじゃないですか。でもこれ素晴らしいじゃないですか、綺麗な。これは何でしょう？はい、ça c'est le parmentier de homard. C'est un plat, j'ai été inspiré d'un grand classique de la cuisine française qui s'appelle le parmentier, mais on utilise du bœuf. Et moi j'ai voulu changer, j'ai utilisé le homard pour le rendre plus noble.Et là, c'est le foie gras mariné au saké. Et saké, tu connais? Saké, Nihonshu. Nihonshu. Oh, quoi? Foie gras, non? Oui. Itadakimasu. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. La marmelade, pomme. Comment est-ce que c'est? C'est délicieux. Comment dire? C'est une odeur incroyable.もう、うん、なんていうのかな、塩加減も絶妙だしね。フォアグラと合うな、これ。取れない。Sorry。これすごい。うん。うん、こちらもゼリーだね。ほのかに温かくて香りが広がります、うん。まろやか。これでクリーム使ってないなんて思えない。うん、クリーム控えめにしてる、うん。本当に美味しい。そっか、控えめか、うん。すごいでも濃厚ですよ。そう思えない。クリーム、またこのソースが美味しい。ありがとう。美味しいね。うーん。美味いね。いやー、なんか本当にお食事ってどこで、うん、誰と、そしてどういう見た目のものを。どんな味がするかを楽しみながら食べる、なんか全部が揃ってるなって思いました。そう、ちょっと酸っぱめがあって、うん、少し甘めがあって、うん、でフォアグラがガシッとしてて、うん、でお酒が
お酒がね感じるためにはもう一口食べなきゃいけないんだね。すいません、パンいただけますかなって、これフランス人になってきちゃうのよ。じゃあミシェルさん、せっかく召し上がってるんでちょっとお話だけ進めたいと思うんですけど、うん、はい、申し訳ない、ね、このレストランの、まあ、リーダーとして心がけてること、うん、意識してることって何ですか？Un restaurant, c'est une véritable entreprise. Il faut pas penser qu'à la cuisine. C'est aussi une histoire de management, donc gérer des hommes dans différentes parties, cuisine, service. Et il faut vraiment faire très attention à tous les petits détails, toutes les petites choses qui font qu'un restaurant peut devenir un grand restaurant. C'est pas uniquement se concentrer sur la cuisine, c'est cet ensemble de choses. Il faut beaucoup de travail.そういうひらめきっていうのはどういったところで、まあ、もちろん自然からだとか日本人の人柄だとかそういうのあるんだと思うんだけども、どういうとこから出てくるんでしょうかね。あ、bien sûr, oui, parce que si ma cuisine a évolué, c'est aussi grâce au Japon, parce que je viens au Japon depuis plus de 30 ans, et chaque fois que je voyage dans le Japon, en fonction de la région, en fonction de des gens que je rencontre, en fonction de la saison, bien sûr, ça amène beaucoup d'inspiration. Elle part de ça. L'inspiration, c'est quelque chose qui vient. Il faut absolument beaucoup de contact. Il faut quelque chose de. Il faut une harmonie. Il faut beaucoup de choses. そういうとこなんだよ。いいな。はい。日本もいいってことだよ。フランスではまたちょっと違うものが出てくるんだろうけども、日本はこうだっていうのもあって嬉しいじゃないですか、我々ね。最後になりますが、ドミニクさんの座右の銘を教えてください。フランスの方に座右の銘を、はい、あるんでしょうか。Ah, je dis toujours, c'est un peu grâce à mon père. C'est si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir et faire les efforts. On peut tout réussir. Impossible n'existe pas.いやー、やっぱりそういう気持ちでね、やってきていただいてるんですよね。本当に日本にね、こういう、お料理を、なんていうかな、紹介してくれて本当にありがとうということと、今後私もごちそうに、なりに来ますっていうことをお伝えください。本当に美味しいですからね。本当に美味いですからね、はい、皆さん。本当に今日はメッシー僕でした。ありがとうございます。メッシー僕、grâce à vous, j'ai deux idées de nouveau plat。ほら、来た。すごい、ありがとうございます。奇跡的な瞬間に立ち会いましたね。ありがとうございます。ビジネスブックコレクション。神棚は会社の社員の一人一人の感謝の心を、生きる喜び、そして潜在能力を最大限に発揮させるきっかけとなるものです。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら。なぜ儲かる会社には神棚があるのか。この本を書いたのは神棚マイスターの久保寺信弘さん。会社が成長していくために、会社が世の中の役に立つ存在であり続けるために、と久保寺さんの願いがこもった一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。